どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コウテツー・スティールです。もう一度この Alex Basics in Biology and Zoology っていう鬼畜ゲームチャレンジしてみましょう。そしてこれ超難しいからこのスーパーイージーモードでやりましょう。ではスタート。で、今回クリアするまで休みません。皆さんは今この動画見てるってことは、もうクリアしたって感じですが。どうも。待ってましたね。ありがとう。もうやってるよ。じゃあやりましょう。あ、そういえばね、昨日気づいたんだけど、何でしたっけ ?Victor?Victor なんちゃらなんちゃらのゲームもありましたが、このようなパクリ、このようなファンゲームありましたが、それもクリアしてないですね、まだ。よし、これがキャット。キャット、すごい顔してるんだね、このキャット。あ、これもね、一応すごい顔してる。やばい、何これ。これもやばい。よし、じゃあ早く。知ってるんだね。知らなくていいけど。じゃあ、今回、何でしょう。左からやった方がいいかな。別にどうでもいいけどね。どうせ知るし。お、いるんだね。で、ノート、間違えるとどうなる？あいつ、早くなるのかな？それだけ？わかんないけど、近いんだね。このナイフって、どうやって何使うんだろう？あー、どうでしょう。これやってみる？ライオン、レモン、そして早く、こっから逃げましょう。結構近いしね。でも、走りたくない。あれ？なんで？なんで外にあるの？外、出れる？わかんない。まだそんなに近くないから、こっちに入って、解いてみよう。うん。これがキャット？これも一応キャットだけどね。キャットの足？結構うまくいってますね、今回。まだ、プレイタイム的なコート、お前か。いや、大丈夫だ。いや、来ない。もう分かったの？俺どこにいるか。分かった。スペース押してやるから。うん。いや、時間かかるんだね。あ、見つけた。あ、来るんかい。あ、指。これ、何のために？分かった。スペースだね。ん？近い？近くない？どうでしょう？分かんない。ヒッポ？キャット？そしてこれだね。あと4冊だね。左上の方、22冊書いてるんだけど、20冊らしい。ちょ。あ、またこれだね。あ、でも、いる。いや、それはいいけど。うん、俺も悲しいよ。もうすぐ死ぬから。あと1冊なのに、もう死ぬから。お願い、聞かせて。あ、でも。怖い。おー、怖い。逃げましょう。最後のやつは？あ、嘘。No！ あと少しなのに。嘘！残りのやつはどこだった？知るか。お前なんかとは話したくない。あと少しだったのにな。あちこち探し回ってたのに。どこだったんだろう。隠されてるのかな？うん、よし。また、あと一冊だけど、その最後の一冊はどこかな？そして、アレックス先生は？どこでしょう？あ、わかった。ちょっと、遊んでやるから。違う。それじゃない。同時に押したはず。あ、見つけた。よし。これでクリアだね。なはず。聞いたところによるとね。何これ？あれ？テレポートされちゃったね？移動されちゃった？おー、なんだ？何かダンジョン？なんだこの通路？あれ？全部夢だったんだけど？俺はずっとこのようなダンジョンに閉じ込められてるから、幻覚か夢でも見ちゃったかな？あ、どうすれば？右曲がるべきだったかな？
まだナイフ持ってるけど。どういうこと？これ、使う？役に立つかな？もしかして、アレックス先生の心臓に？ん？何か聞こえるってことは、曲がるべきかな？続くね、かかるね、時間の方見て。で、また、まっすぐかな？だといいけど。お？これって、transition to the next state? して、かな？次のエリアに移動するって意味かな？ん？そ、お、お。あれ？同じ、じゃない。変わったね。だったら、ずっとこんな感じかな？お？ちょっと待って。やっぱり、何かの、ダンジョン的なものだったかな？これが、さっきの教室にあった椅子だね。だったら、さっきまで見てたのは、頭の中だったかな？お？何？あ、木材かと思ったら、なんか、かげろうって感じかと思ったら、なんでしょう、金属か、何かかな？お、やばい。マインクラフトになった。なぜか不気味なマインクラフト？暗いマインクラフトになったんだけど。あ、時間リセットされちゃったようですね。ハロー？何の音？あ、アレックス先生？やめてください。マインクラフトにこんなものがある覚えはないよ。うん、また次のエリアに。何？これ、文字？昔の文字っぽいね。やばい。どんどん大きくなってるような。え？何？何か来るってこと？お、びっくりした。生きてる何か。な、腕？彼の右手なの？わかんない。なんで浮いてたの？わかんないな。何言ってんの？アレックス先生。言ってる？歌ってる？聞き取れないな。怖いからナイフ持っていきましょう。おい、長えよ、これ。ちゃんと終わりは、あ、よかった、次のエリアに。ええ、でも次のエリアも長いでしょ？大きいでしょ？よし、今度は何？また霧の、あれ？あ、でも、あ、ちゃんとドアあるんだね。あるけど、ない。なんもない。なんも入ってない。嘘。いやー、続くな、これ。で、つまりどんな部屋でもダメってことかな？それか、なんかランダム生成か何か。もしかして、ランダムの部屋に何か入ってるってこと？あれ？ Go back。 どういう、え、もしかしてこうやってやった方が、これやると進めるって感じ？イエー。あ、違うけど、これはさっきと、あ、あれ？違うんだね。いえ、最初からこれやればよかったのに。じゃあ次のエリアだね。で、今回は？まだ歌い続けてるんだね。別にやらなくていいけど、不気味だから。今度は何？また霧のない何か？霧のない階段的な？じゃあ、戻ればいい？戻った方がいい？わかりませんね。今回そのサインはないから。かかる、これ。開発者は、何を考えてこれ作ったの？みんなの時間を無駄にしたかっただけ？そうだったら目標達成って。それだけは認める。いやー、下を見ても、あ、何か見えてきた。もうすぐ？あと少しかな？それっぽい。ああ、よかった。もう3分。どういうこと？どうした？開発者。なんでこれ作ったの？
おお、やっと入れた。あ、またマインクラフトだね。お、なんかやだ。なんかやだ。大きくなったから、やだけど、何か出てくる？わかんない。そのチョコナッツバー持ってれば。あ、ナイフも持ってない。どういうこと？どっかで落としちゃった？あー、どうでしょう。走りたい。お願い。結局、何も出てこないかな？あ、ドアは、あ、あった。ありがたい。なければなく。よし、次のエリア。今回は何？お、なんだ？あれ？この光の円の中に入ってこない？いえ、それはありがたいんだけど、不気味だな。じゃあナイフを持って。だから何？何かの鍵人？どこ行けば？まっすぐ行けばいい？ああ、お、やばい。増えてるんじゃない？ちょっと待って。少しだけ近づいてるように見えてない？気のせいかな。じゃあ走りましょう。何？あれ？おい、めっちゃ多いな。ドアは、あ、あった。おお。じゃあ早く次のエリア。よし。今回早かったね。で、今回は、何？また。なんだ？なんで穴が開いてるの？わかりませんね。いまいちわかんないこのゲーム。次は？ん？あ、ロボット。うん。俺もだよ。いや。そうしないだろう。優しいやつだろう。じゃあ早く見つけましょう。お、どうも。ごめんね。うん。俺だよ。どうも。いや、別にそんなに。ああ。俺もね。おう、いいよ。わかった、イエス。よし、行くぞ。あ、ちょっと、泣いてましたね。じゃあ、行きましょう。ドラゴンクエストスタイル。またこの不気味なマインクラフトだね。君、何かわかる？ここは、どことか？どんな感じ？何をすればいいとか？わからない？何か言って。ん？いや、俺だって。お母さん？いるの？あ、なるほどね。うん。俺だって。母ちゃん。いや、どうしたの？いや、どうしたの？嫌われてると思う？違うよ。決してそんなはずがない。君は人間じゃないから嫌われてると思ってるわけ？でも意識はあるんで、意識あるでしょ？優しさもあるでしょ？あれ？どこ行っちゃったの？いや。ん？どうしたの？あれ？あ、アレックス？ん？何？ああ、1？ 0？ 0？ かな？いや。どうだろう。あれー、これもダメ？
いろんなパターン試してるんだけど、うまくいってない。あ、やっと。何？え、手足？な、腕できな？うそ。ロボットの？え、マジ？じゃあ、組み立てるのかな？修理？え、わかんない。じゃあ、これを。あるね。ロボット、あ、あった。じゃあ、こうやってやるの、違うの？あ、こうやって？あ、違うか。なんか、胸の方？それは、どこでしょう？あるの？あ、これ？かな？これ、あ、だった。ボディだね。じゃあ、先にこれを置いて、置くと、復活するのかな？じゃあ、先に、そしてこれ、これも、あとこれだね。違うの？こっち？あ、だった。よし。残り、何個？よし。そして、これ、違う？これ？違うの？あ、よし。ん？何もしない？どうした？電源がないが、バッテリーが抜けてるってこと？でも、この部屋、あちこち探し回ったら、これ以上何もなかったよ。ないな。じゃあ、進みましょう。次のエリア。それで大丈夫だったかな？今度は何？ North, West, West, South, West, South, West, South, West。なるほどね。じゃあ、北、西、西、南、西、南、西、南、西だね。でも、北は？あっちかな？だったら、あれ？いけないの？じゃあ、これが、こうやってすると、これが北？これが西？そし、あ、これだね。あっちが北か。じゃあ、ノース、何でしたっけ？ North, West, West。あ、その後は、全然大丈夫だね。North, West、SW、SW、SW。じゃ、だったら、これ北。これが西？もう一度西？その後は SW、SW、SW、SW だね。ほう、あと少しクリアかな？いやー、マジで長いんだけどね。今からパトレオンの方と一緒に、ん？こっちかな？あ、こっちだね。パトレオンの方と一緒に第五人格とやる予定ですが、マジで長いからちょっと遅れてしまうんですけど、申し訳ないんですが。こっちかな？もう一度。あ、やっと抜け出しましたね。ほう、次のエリアのドア。で、ついに地獄に落ちてしまいましたね。ここで死ぬ？アレックスに殺されてしまう？そういうことでしょう。ナイフ持ってないし、見守れないし。さすがにこの地獄も長いよね。いや、今までも地獄だったけど。で、本当に出るのかな？あのクソアレックス先生。あ、こっちに入りますね。この影炉。いや、長いな、この迷路。いや、迷路って言えるかな？一つの道しかないから、迷路と呼べないかもしれないんだけど。それにしても長い。長いよ、これ。何か起こると思ったんだけど、なんだお？やだね。なんか、あ、ロボット。おお、助けてくれたの？ありがとう。一応落ちてますが。ジェットブースターでも、ジェットパックでも持ってるのかな？うん、近いよね、ユカと。うん。そうなの？地獄だね。ありがたい。あ、みんな取り憑かれたんだね。ほう。
めでたし。うん、お母ちゃんだね。長い。長い。え、そうなの？俺ポケット持ってないんだけどね。グッバイ。え、クリア？やっと？おー、かかったね。お、バツ。うわー、とんでもない冒険だったね。いかがでしたか？どう思いましたか？皆さん。とにかく、この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。では、次へ。